それでは YZF-R7 今から取り回しをチェックしてみたいと思います。先ほどから言っているようにですね、まあ、ちょっとね横から見たこの、もうパッと見た感じはちょっとね大きいかもってねもしかしたら感じるかもしれないんですけども、実際横に立ってもちょっとこの辺はですねなんかこうしっかりとした大きさというか、まあ長さというかありますが、横幅これがねすごい絞れてて、あの特にね後ろから見るとここがすごく細いんだなっていうのは分かります。そしてスペック的にもですねこれ車重が、装備重量が188ということで、やっぱりね、この、まあ、700前後のクラスの中ではかなり軽い方だと思います。ということでねお待たせしました、取り回しなんですけれども、取り回しまずはですねこれバイクこのままちょっと起こして、ね、皆さんやっぱりビッグバイクね乗るときに日常ね、あの重たくてもしょうがないよとか、ハンドル切れなくてもなんか扱いにくいよっていうのあると困るじゃないですか。ということでねちょっとハンドルをしっかり目いっぱい切って前に行ったり後ろに行ったりしようと思いますが、ハンドルの切れ角これはなんかちょっとスポーティーな感じもするな、うん、はい。そしてですね今ね今日実はあのサーキットインブレだったのでつなぎのまま来ています。ということでちょっとねこの腕の動きは若干規制はあるんですが、そのあたりも踏まえてまずはじゃあ右にですねハンドル切ったまま前に行きますが、やっぱね軽いですね、めちゃくちゃ軽いですね。で今私は結構、ハンドルの横ぐらいに立っておりますけれども、もうなんかちょっと指先に力を入れてるぐらいでバイクがですねスルスルっと動いていきます、はい。そしてこのねあのバイクがグラッと来た時に、この重みをねどんだけ感じるかっていうのもね結構ねこの取り回しのフィーリング大事なんですけれども、安心してください。あのなんかね、これやっていいかな、いいですよね。やっちゃっていいかな、ヤマハさんが背中を向けている間に。大丈夫ですよ。今日ね、100人ぐらい来てますからね、ヤマハの、ね、関係者。これね、いきますよ。もしグラッと来た時に、支えきれるかどうか、あとは重心がね急に重くなったりするバイクもあるんですけど、めっちゃ倒しても大丈夫、マジに大丈夫で、少しこう向こうに行っちゃったとしても全然腕の力だけで戻せるぐらいのですねこの車重の感覚ですね。左に切っても多分同じ感じですね、左に切ってもはい、全然 もっと倒せるんですけど、今足でこう左足でしっかり支えてる感じですかね。で、タンクを腰の骨に当ててる感じなんですけど、普通に喋れるぐらい、これ無理ないです、手離しても全然、あちょっとブレーキはかけないとダメですけど、よいしょ、はい、こんな感じでグラグラさせても本当にこれ 700cc クラスって思うぐらいですね、軽く感じますね、はい。じゃあ今度左に切って、前とは前に回ってみます。もう同じですね、意外と私前の方にいます。でちょっとね押し出しはあの足の力使っているので、上半身をね少し低く構えてますけれども、こんな感じでめっちゃ軽いですねこれ。で今度はじゃあ逆にバックしてみますが、バックの時にそうですね、これねタンクがね結構ちょもっと下がりますね、このぐらい下がるとわかるかな、タンクのエッジの部分がですね結構高い位置にあるんですよね。あの普通に横に立ってもわかりますかね、私の身長だとちょうどこのあばら骨の下ぐらいですかね。なんでちょっと下がる時はあの足の力を使いたいから、あの自分が下がるんですけども、そうするともうの脇の下ぐらいにいる感じなんですね。なんで、体格によっては押しづらいかもしれないです。ただバイクが軽く感じるのでこれね後ろに向かって
坂になってるんですよ。上り坂なんですけど、楽々押せております。今度じゃあ逆に、右に切ってバックをする動作はどうか。はい、これも同じですね。はい。まあ、ちょっとね、こうやって低く構える必要はありますけれども、なんか、ちょっと正直ですね、我が家にある4気筒の250よりちょっと軽く感じるかもしれません。はい、で、やっぱりね、ハンドルのこの位置とですね、それから MT-07 と若干違うっていうのが、このハンドルの、フロントフォークの幅と、それからこのオフセットだっていうことなんですけれども、それもね、結構ね、押し引きに、この影響があるかなと思います。で、もうね、だからいつもはあんまりおすすめしないこのバイク屋さんスタイルのこの、片手を後ろに当てて押す感じとかも、このバランスを取りやすい、はい、これもですね、これで練習できちゃうかなというふうに思います。はい、ということで、まあ本当にね、これね、ビッグバイクとね思ったら、もう全然そんな重みは一切感じないような R7 取り回しを紹介いたしました。あれだ全然、いや、そんな大変じゃないですね、マジで軽いな